こんにちは。今日は AI メディクとその製品2つをご紹介させていただきます AI メディクは2014年に設立された会社で心血管患者を診断補助する医療機器ソフトウェア開発会社です工学博士であり医学博士でもある AI メディクのシム・ウンボ代表は現在 漢音大学医学科の教授として採職しながら、豊富な学問と経験をもとに、人工知能技術、流体力学、循環器生理学、コンピュータシミュレーションなどの技術を融合させ、韓国でこの分野をリードするエアメディックを成長させています。現在、 AI メディクの薬職員は40人で研究所の薬職員だけで30人白死後昇得者5人修士号拾得者23人と研究技術を重点的に投資開発しています AI メディクの収録製品は心血,管心血管を解剖科学的に 分析するオートセグと血流の流れを分析するハートメイディがあり心血管疾患診断補助市場での潜在力を認められ2018年にはマグナインベストメンから30億規模の投資を2020年にはインターベスト金務証券などから90億規模の投資を誘致しました。 アメリカ心臓学会の発表によると世界の死亡原因疾患の第一位は心血管疾患です心血管疾患は正確で迅速に診断することが重要ですが心臓の CT を撮影してその結果を受けるまでに12週間がかかります本日は心血管疾患によって 急迫している状況の中で、正確で迅速な診断を手伝い、患者の屈指を急減させる二種類の製品をご紹介いたします。まずは、オートセグです。オートセグは、心血管と脳血管を三次元に継承化し、血管を解剖学的に、 分析すす。るソフトウェアです CT ダイコムのデータを入力するとディープラーニング技術と数値計算アルゴリズムによって心血管と脳血管を3次元に軽症化できます完全自動化された手順で心臓と脳血管の3次元モデリングをケース当たり5分前後で抽出でき これを通じて軽症化過程で発生する人の介入による問題点を解決しましたオートセゴのコア機能としては最初にコロナリ,アナリシスです。冠動脈3次元形状を完全自動分析し狭窄動を分析します さらにプラークやカルシウムスコア血管の断面情報も分析できます2番目はハートアナリシスです心房と心室の3次元形状完全自動分析が可能ですこのうち右心房右心室を分析する機能を搭載した製品は AI メディクの オートセグが唯一です三番目にアウルタバルブアナリシスです経費的大動脈弁実感術を分析しますまた大動脈 CPR 分析機能を搭載しています従来のセグメンテーション方式とオートセグの間には大きな 技術的な格差があります。す。時間節約その最初です従来の血管領域化方法には多くの変数と作業者による偏差手作業による所要時間の増加とまたこのような作業を進行できる全問人材養成の長期間のトレーニングという非効率的な 限界点が存在しますうちのオートセグはこのような対象を克服したソフトウェアです。専門家の介入を伴わない完全自動化システムを投入しこれにより従来最大8時間までかかっていた時間を1件当たり5分という画期的なレベルにまで引き上げました。2番目は 正確度の上昇です。また、人ではなく。ソフトウェアであるため。人が進めていた従来の方式とはいなり。血管セグメンテーションの精度が。上昇するという。上昇があります。最後に。コストの安い検査を受けることができます。次は。ハートメールを紹介させていただきます。 心血管の血流の流れが正常化を診断できるように CT イメージで分割血流予備力を分析するソフトウェアですハートメディを開発するまでにはこうした背景がありました現在の現場では急中患者に造影剤投与後 X 線撮影あるいは CT 撮影により得られたイメージを肉眼で観察し冠動脈の狭窄程度を判断しています多少不正確な判断を立て患者さんの血管にステントを挿入する侵襲的治療を決めるのですしかし FFR 値を測定してステント手術を決定した場合 三十七パーセントの不要なステント手術を減らすことができるという研究結果があります。FFR 値とは、狭窄部位戦後の圧力比率を指すもので、零点八よりその値が小さい場合、腎臓高速発生高期険患者に分類され、ステント手術を受けることになります。 このような状況を改善するためにアメリカイギリス日本では FFR の検査もしくは CTFFR をステント手術の医療保険適用のための必須項目に指定します。それではハートメディの使用手続きについて説明いたします。 最初に患者の c t 撮影の画像を読み込みセグメンテーション技術で3次元冠動脈モデリングを構成し患者別の生理データを確保しますその後、コンピューターシミュレーションを通して CFD と LPM モデリングをしますこれに基づいて CTFFR の要素値を 計算し、ステンツ手術の必要性を判断します。判断の後、CFDLPM モデリングには一般のパソコンの基準で約15分かかりこのモデリングに基づいて WSS とブラッドフローストリモラインが把握できます最後には血管のどの位置にカーソルを持ち込んでも FFR 値を計算分析することができますそれではハートメディを使うとどんな利点があるのでしょうかまず医師たちはハートメディを介して FFR 測定をより容易に行うことができますこの製品を使えば腎臓死期や生理データだけでも心血管疾患の 病変を判別するのに必要な FFR を測ることができます。したがって、ガイドワイヤーと圧力センサーを冠動脈に挿入する高度な熟練度を要求することなく、侵襲的 FFR 測定により発生しうる医療リスクは上昇できます。そして、 病院ではハートメディを活用して全ての心血管患者を検査できこれによる売り上げ増加を図ることができますすでにアメリカとヨーロッパは戦闘手術前 CTFFR 測定の実施を義務的に指定しています3つ目で心臓 CT 撮影で FFR 分析が可能なため健康診断商品を拡大して収入を上げることができます。4つ目で患者たちもガイドワイヤー挿入するように苦痛や FFR 測定の時に投入されるアデノシンなどに伴う副作用に悩まなくてもかまいません。 5つ目で、新種的 FFR 測定検査費より低価格で、心血管疾患の診断し、予防が可能です。6つ目で、保険会社では、心血管疾患の予防に寄与することで、保険料節減効果を強受し、不必要なステント手術を減らすことができます。 最後に医療機器メーカーでは深層 CT 医療機器の売上相対効果が見ることができます AI メディクは持続的な人工知能技術数値アルゴリズム LMPCFD コンピューターシミュレーションなどのさまざまな分野の手術を 融合・複合複アメリカだけの技術を差別化していきたいと思いますまた病院内で医療スタッフが直接分析し診断することができ医療スタッフと患者間の円滑なコミュニケーションのツールになれるオンサイトソリューションを提供していこうとしています。 これを通して AI メディクは韓国国内で患者オーダーメイド形で心血管疾患診療を先導しこれを基盤に北米市場などに進出しグローバル医療機器ソフトウェア企業へと成長していきたいと思います。これでオトセグとハートメディについて説明いたしました。 ご覧になりまして誠にありがとうございます。